こんにちは、ドライトニュースの時間です。統合版マインクラフトに新機能レルムズプラスが登場しました。マインコンライブ2019で発表していたレルムの進化版が本日登場です。それではレルムズプラスの機能について紹介していきます。まずこちらのタイトル画面がありまして、マーケットプレイスへ移動します。すると出来たてホヤホヤですので、トップ画面に出ます。こちらを選択するとこのように出てきます。レルムズプラスの新機能として、50個を超えるマーケットプレイスパックを利用可能になる、ここの部分です。マーケットプレイスパックのコンテンツがここにありまして、これがレルムズプラスに加入していれば、こちらすべて無料で使うことができます。50個もあるこちらすべてですね、加入中であれば利用可能です。結構気になっていたものもあったので、いろいろやってみたいです。あの究極のミニゲームラッシュやドワーフ探索部隊もありますね。日本からはあのムツキ城もありますね。以前からやってみたかったのですが、レルムズプラスに入っていて嬉しいですね。以前ブロックフライデーセールを紹介した時に軽く暁城のことを紹介したんですが、ツイッターから暁城の制作者さんからリプが来た時には驚きました。今回は長めに紹介してみました。こちらのコンテンツを利用するにはレルムズプラスに加入する必要がありますが、加入方法として住人用のレルムズに加入していた人はすでにレルムズプラスを利用できるようになっています。自分も住人用のレルムズに加入していたのですぐに使えました。ちょっと日数が少なくなってきたなーって時は延長すれば OK です。ではまだ加入していない人はどうするのか。ここに今すぐ購入で購入することができます。お金がないよっていう人も安心してください。なんと1ヶ月間の無料トライアルがあります。冬休み中に無料トライアルでレルムズプラスで楽しんでみてはいかがでしょうか。無料トライアル中でもこちらのコンテンツを利用することができますので、ぜひ楽しんでください。レルムサーバーを立てたことがない人はこのように1ヶ月の無料トライアルを始めると出るので、そこを選択して同意するをチェックして1ヶ月のトライアルを始めるを選択すればできます。そしてこちらのコンテンツですが、裏技がありまして、こちらをご覧ください。よくある質問にレルムズプラスのコンテンツをオフラインで遊ぶことができるようです。ただ14日おき2週間に一度はインターネットに接続する必要があるということです。つまり残り1日しかなかった時にそこからオフラインで遊ぶと2週間は延長できるということです。レルムズは無理ですが、コンテンツはオフラインなら延長できます。レルムの基本情報として、レルムにフレンドが参加することは無料で、プラスになっても同じです。値段は以前のレルムと同じ値段ですが、ある裏技を使うと半額以下になりますので、こちらの動画もご覧ください。そして新しいパックがなんと1ヶ月に一度追加するという飽きが来ないようになっております。ここのパックを利用できる期間があり、レルムズプラスに加入している間は無制限に使えますが、パックがカタログから外される場合もあるようです。新しいパックが出てきたら外されるパックも出てくるのでしょうか。そんな気がします。以上、統合版マインクラフトの新機能レルムズプラスについて紹介いたしました。新機能としてマーケットプレイスにある50個近くのコンテンツが加入している間は無料で利用できるということです。しかも1ヶ月に一度は新しいコンテンツが追加するとのことで、飽きが来ないようになっております。しかも1ヶ月の無料トライアルもあるので、試しにやってみてはいかがでしょうか。レルムズプラスはスイッチ版、旧 PE のスマホ版、旧 Win 10版の PC、 Xbox One 版で利用することができます。それでは良い一日を。